い、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。理化学研究所情報基盤センターバイオインフォマティクス研究開発ユニットにて、ドライ解析チームのテクニカルスタッフでギャラクシーを日々触っております吉村と申します。今回は、私たちのラボで実際に使っているワークフローをピタゴラに載せていただいたということで、その紹介をしたいと思います。まずうちのラボでギャラクシーをどのように使っているかということなんですけれども、私たちはOmicsの新しいデータ解析手法、実験手法の研究開発が主なミッションとなっております。でその中でも力を入れているのが1細胞の、シーケンスを解析することなんですけれども、その実験内容は1日あたり数百サンプルぐらい のシーケンスデータを、算出できまして、それを日々大量に解析するというタスクが発生します。で現在ギャラクシーである ある程度固まっている基礎解析の部分を、はい、ワークフロー化することで少しでもその作業効率をアップさせることを試みております。で他にも理研クラウドの解析環境提供サービス、これはその開発パッケージがいくつか入った仮想マシンを希望する理研の研究者の方に提供するというものなんですけれども、これはちょっと一見ピタゴラと似ているんですが、計算基盤が理研のクラウド環境ということで、その計算環境もこちら側で用意するというので少し違うことと、あとギャラクシーだけではなくて他のパッケージも入っている環境があることで、まあ、ピタゴラとは食い合うことなくやっていけるのかなという感じです。で他にもそのコラボレーション案件として他のラボの方々 の特定のツールをギャラクシーで使いたいという方に答えたりもしております。で実際に、RNA-seq の解析パイプラインについての説明に入りたいんですけれども、 RNA-seq というのはいろいろその RNA をシーケンスして転写量転写領域を特定する解析の総称なんですけれども、ここでは細胞内の RNA をシーケンスして各遺伝子の発現量を定量する解析フローを指します。でその解析した発現量定量の結果から発現変動遺伝子が分かりまして、でこれによってそのいろいろな機能解析が可能になるんですけれども、まあ、言ってみれば、まあ、そのベースとなるワークフローになります。で基準としてはアダプタートリミング、クオリティチェック、リファレンス配列へマッピング、発現量推定になっております。でただこれから紹介するワークフローは実はこのマッピングというステップがなくて、この3ステップなんですね。でなぜそんなことになったのかといいますと、まあ、まずそれは従来の、RNA-seq の定量のフローにおける課題を説明させていただきたいんですけれども、まず時間がかかることが大きな課題だと思っております。でその時間がかかる理由として2つ挙げられて、まずマッピング処理が非常に重いこと。でマッピングというのはその新規の転写産物を見つけたい場合は、まあ、ゲノムへそのシーケンスデータのリードをマッピングするんですけれども、まあ、トランスクリプトームにマッピングすればゲノムに比べて処理速度が速くて、その定量だけしたい場合はそれが正確ですので、こちらの方が主流なんですけれども、まあ、ただそのサンプル数が増えれば増えるほど、まあそのハイスループットになればなるほど処理の数も増えますし、あとはマシンパワーに非常に依存する部分でもありますので、下手すると数日間ずっと膨大2が走りっぱなしということもざらにありました。で重い理由のもう一つというのが、そのマルチマップを統計モデルを用いて解析しなければいけないという理由があります。とリード断片というのは通常はやっぱり遺伝子長に比べて非常に短いですので、複数のアイソフォームがある場合にどれにでもくっついてしまうため、そのどのアイソフォーム由来なのかは、統計モデルを使用して推定をしております。でこれまでの定量ツールカフリンクスとかはまあ、それぞれ独自のモデルを組んで、で EL アルゴリズムでパラメータ推定をして計算をしていたんですけれども、まあ、こう精度を上げるためにモデルが複雑化するにつれて、まあ、サンプル数に比例して計算負荷がかなり増大になる。でそれを、まあ、軽減するためには、まあ、リミットを設けるか、
まあ、これは後発のエクスプレスというツールなんですけれども、まあ、そのイエラーアルゴリズムをオンライン処理することで高速化したりツールをしたりするので、まあ、そういったツールを使うという工夫もあります。ただ今回ワークフローに載せているセルフィッシュという定量ツールはこの2つの課題を一度に解決する素晴らしいツールです。でその大きな特徴としては、トランスクリプトもまずリファレンスするとするその定量に特化したツールなんですけれども、そのリファレンス配列を K-MAR という短い断片にブシブシ切ってしまって、でその K-MAR がどの転写物に属するかの情報をインデックスとして自分で持っている。なのでこれとそのシーケンス結果のリードと照らし合わせることによって、そのマッピングのステップをすることなくどの遺伝子由来のものかということが分かってしまう。でもう一つ、その K-MAR インデックスはハッシュなので、同じようにそのアイソフォームを推定しなければいけないんですけれども、その時のその計算の負荷が劇的に改善されました。でこちらのちょっと小さいんですけれども、まあ、指数的に他のツールに比べてその定量する際にかかる時間が激減しているのが分かると思います。ですのでステップも少ない上に処理時間も少ないということだらけの、ワークフローになっておりますので、定量を主に日々やる実験系の方々はぜひ使っていただけたらいいかなと思います。で次にワークフローの使い方について簡単に説明させていただきます。ステップはこのように少ないのでそんなにいろいろと説明することはないんですけれども、まずファスト QMCF というのは、いらないそのリードのアダプター配列を取り除くツールになりまして、ただ単にその配列をの情報を記載したファスタファイルとあとリードをインプットとして走らせれば自動的にファスト Q がトリミングされて出てきて、でしかもワークフローではファスト QC によってクオリティチェックもされます。でそのこの際に一つ注意しなければならないのは、午前中のワーク、ハンズオンでもあったんですけれども、データタイプがファスト Q サンガーでないとツールは読み取ってくれませんので、それは気をつける必要があります。でここでトレーニングされた結果をそのセルフィッシュによって定量するんですけれども、その際にインプットするのが、先ほどの K-MAR インデックスを選択します。でこれは何を定量したいのかによって、マウスですとか人ですとかを選択して、で、この2つがそのリードの方向とあとセンスアンチセンスっていうのをオプションとして選択できます。でセルフィッシュは他にもいろいろオプションがあるので、詳しくは先ほどの論文であったり彼らの作者が作っているマニュアルを読んでいただければ分かるのですが、今回のワークフローではこの2つのオプションを選択できるような形になっております。で出力データは4つ出てくるんですけれども、その中で大事なのは定量結果 でそれぞれクワントとクワントバイアスコレクテッドというファイルができてきます。で何が違うのかというと、クワントバイアスコレクテッドというのは、まあ文字通りシーケンスのバイアスを自動的に定量、こちらの定量結果から補正した値を出力してくれてますので、必要に応じてどちらかの定量結果をこの後の解析で使用していただければいいかと思われます。はい、以上になります。で私たちの今後の計画としましては、やはりそのシングルセルに特化したワークフローを今後もやっていくことが多いですので、まずその最新のツールの評価環境として誰でも使えるようにギャラクシーをプラットフォームとしていろんなツールを取り込んでいきたいということが一つで、もう一つは RNAseq がどんどんハイスループット化しておりますので、限られた人員でいかに効率的に解析を行うかということを、もう少しギャラクシーをいろんなフェーズで活用した上で大規模な解析に頼るフローを作っていこうとしております。で理研全体としましては、その先ほど冒頭でお伝えしましたクラウド基盤上における解析環境提供サービスの正式名称はベイズというふうに決まりまして、これが今後その本番運用が開始されますので、これも広く研究者の方々にギャラクシーを使っていただけるようになればいいなと思って今進めております。
はい、以上になります。どうもありがとうございました。